佐賀県武雄市。歴史ある高野寺の回廊には今年も風鈴の涼やかな音色が響きます。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ。ブローという場合、福岡県、佐賀県、ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダフィットクロスター。創建より1200年の歴史を持つ高野寺は、弘法大師空海が開いたお寺です。元禄時代の古文書に基づいて復元された日本庭園。春はシャクナゲ、秋は紅葉が楽しめます。本堂には西日本一の大きさを誇る11面千手観音菩薩坐像が安置されています。古来風鈴は魔除けの道具でした。風鈴の音色が聞こえる範囲は災いや病を退けると信じられ、軒に吊るされていました。回廊の先には金運円達の御利益を授けると言われる不動明王が祀られています。高野寺へのクルーズはホンダフィットクロスター、先進の安全運転支援システムホンダセンシングを標準装備、安全運転をサポートします。この番組は福岡県、佐賀県、ホンダカーズの提供でお送りしました。